ジャバミさん、2年花組へようこそ。どこの学校から来たの？趣味は？休日とか何してるの？ぶっちゃけ彼氏は？これからよろしくね。こちらこそよろしくお願いいたします。早乙女メアリ、よろしくね。よろしくお願いします。早乙女さん、ジャバミさん、この後暇かな？よかったら私とギャンブルしない？あ、なになに？メアリちゃんが転校生とギャンブルするらしいよ。え、もしかしてあれやるのかな？どういうギャンブルなんですか？投票じゃんけんっていう、うちのクラスオリジナルのギャンブルなんだ。まずクラスのみんなにそれぞれグーチョキパーのどれかをカードに書いてもらって、でそのカードを私たちに見えないように箱に入れてもらう。私たちは箱から3枚カードを引いて、その中から1枚だけ選んでじゃんけんする。アイコなら残りの2枚から1枚選んで、もう1回じゃんけん。3回ともアイコなら引き分けね。ここまでがワンセット。普通のじゃんけんと違って全部の手を出せるとは限らない。そういう不平等なところの読み合いが面白いんだよね。楽しそう。ぜひやってみたいです。オーケー、そう来なくっちゃ。あの、ジャバミさん、ポッチ、チップ持ってきて。持ってきて。はい。これがチップね。レートは1枚で1万円。とりあえず1人120枚用意したわ。賭け枚数は1セットごとにジャバミさんが決めていいわ。物は試し、まずはやってみましょう。これがチップね。レートは1枚で1万円。とりあえず1人120枚用意したわ。賭け枚数は1セットごとにジャバミさんが決めていいわ。物は試し、まずはやってみましょう。何枚賭ける？そうですね。では2枚で。